プロ野球を盛り上げる上で欠かせない要素といえば選手の FA 移籍。 FA 次第でチームの順位が一気に変わることもあるため、オフシーズンは FA 権を行使した選手の動向は見逃せません。そんな FA の恩恵を一番に受けている球団といえば読売巨人軍。これまでに FA で獲得した人数は28人にも上り、これは2位ソフトバンクの2倍の数となっています。落合博満から始まり、広沢克己、清原和博、小笠原道博、丸義博など他球団で屈指の活躍をしていた大物選手を獲得してきた過去があります。巨人は圧倒的な資金と人気を兼ね備えているため、選手からすると非常に魅力的な球団だと言えます。しかし巨人から FA 宣言をして国内他球団へ移籍した生え抜き選手が一人だけ存在します。それが駒田典弘です。満塁男として巨人で活躍をしていた駒田は、なぜ大正義である巨人軍を去ったのか。それは中畑清と長嶋茂雄と確執があったからだと言われています。駒田とこの2人の間に何が起きたのか。今回は駒田の FA 移籍の真相について迫ります。劇場家の打撃職人。1980年のドラフトで投手としてジャイアンツから2指名を受け、プロの世界に飛び込んだ駒田。プロ入り直後、投手としての能力に限界を感じていた駒田はすぐに野手転向を直訴します。プロ入り3年目、日本プロ野球史上初となるプロ初打席での満塁ホームランを放ち、鮮烈デビューを飾ります。これ以降も満塁ホームランを重ねた駒田は満塁男と呼ばれ、歴代5位となる13本の満塁ホームランを記録しています。その後ファーストのレギュラーとして定着。巧みな守備と勝負強いバッティングを武器にチームの勝利に貢献します。1993年に FA で横浜ベイスターズに移籍。ベイスターズではベテランとしてチームを引っ張り、1998年にはキャプテンに就任。打ち出すと止まらないと言われたマシンガン打線の中核としてチームの38年ぶりの日本一に貢献します。2000年には通算2000本安打を達成し、名打者の称号を獲得しました。2000本が達成できたから終わりなんて悔しいと現役続行を模索しましたが、獲得する球団は現れず、そのまま現役生活を終えました。そんな駒田を表す言葉といえば劇場家です。それを象徴するのが近鉄と戦った89年の日本シリーズでしょう。第3戦終了後のヒーローインタビューで巨人打線を抑えた加藤哲朗はお立ち台でこのような発言をします。とりあえずフォアボールさえ出さなかったら打たれる気しなかったんで大したことなかったです。もちろんシーズンの方がよっぽどしんどかったですからね。相手も強いし。この発言に切れた駒田は第7戦にリベンジホームランを放ち、ベースを回りながらマウンドに向かってバーカと言い放ったのです。現代であればすぐに炎上しそうな行動ですが、それほど悔しかったのでしょう。また横浜時代、ファンから受けた駒田くん守備ついたらエラーしてくれよというヤジに対し、やかましいんじゃこら、野球っつうのはな、やじるためにやってんじゃねえんだよと激怒したことは有名です。本人の印象に残っているのは、お前がいるから負けるんだ、お前が来たから弱くなったと言われた時だと明かし、思わずバカ野郎、俺が来る前からこのチームは弱かったんだよと応戦。うっかりチームメイトを傷つけることになってしまい、どれだけベンチがシーンとなったかと苦笑いで振り返っています。時に感情を抑えられずカッとなることがあった駒田。そんな性格だったからこそ中畑や長嶋と揉めることになったのかもしれません。中畑との確執。1992年、藤田元司監督が退任し、長嶋が16年ぶりに巨人の監督に復帰。そして前政権時代にまな弟子だった中畑が打撃コーチとして入閣します。駒田は、中畑清コーチとの確執はシーズン中だけではないんです、最初は前年の秋季キャンプでしたと、中畑がコーチ入閣後すぐにトラブルがあったことを明かしています。ノックする姿を見て、長嶋さんの下でコーチをやるんだから張り切ってるなぁと思いましたよ。僕の番になると日頃練習してねえからバテるんだと怒鳴られて、
前の首脳陣が駒田に厳しい練習をやらせなかったという意味に聞こえたんですよ。僕は決して練習嫌いじゃなかったし、藤田監督に育ててもらったと感謝していましたから、じゃあノックを受けるのをやめますと言ってしまったんです。隣で僕の性格をよく知る福王明人が、また始まったよと苦笑いしていました。かなり序盤の頃から些細な揉め事があったようです。そして1993年開幕間近に2人の溝をさらに深める事件が起きます。宇都宮で行われるオープン戦のため、チームは前日に水戸からバス移動。その道中のサービスエリアで事件は起きます。駒田が実戦のつもりで最終調整に臨もうと気合十分で用を足していると、中畑が入ってきて、明日は大森を試したいから先発を外れてもらうぞと告げます。しかし駒田は納得がいかず、毎年開幕直前の試合は実戦で調整させてもらってます、明日もそのつもりでした、なんとか試合に出してもらえませんか、この4試合は本気で悔しがったり喜んだりしてモチベーションを上げていきたいんですと必死になって訴えます。しかし次の瞬間、中畑の顔色はさっと変わり、分かってんのか、これは長嶋監督の指示だ、俺の指示に従えないということは監督に従えないということだぞと激怒。しかし駒田は試合に出たいと食い下がります。そのうちお互いが引き下がれなくなり、中畑が意地でも使わないと押し問答になってしまいました。最終的にトラブルを察したヘッドコーチの須藤が、一日をいい練習に使えとフォローしてその場は収まりました。しかし試合当日、さらに事件が起こります。駒田が試合中ベンチ裏で針治療をしていると、バッテリーコーチの山倉が代打で行くぞと慌てて呼びに来ます。駒田は悪気に取られ、そんなはずはないでしょう、だって僕中畑さんから意地でも使わないって言われてるんですよ、見てくださいよ、今はパンツ一丁で針打ってもらってるんですからと口を尖らせます。しかし山倉は、監督が駒田で行くと言ってるから行くしかないだろうと発言。駒田は仕方なく慌てて打席に入りますが、センターフライという結果に終わってしまいます。駒田は中畑さんではなく山倉さんが代打を告げに来たのだから、中畑さんの腹の虫が収まっていないことは容易に想像できた、この件以来中畑さんとは気まずい関係が続くことになってしまったと、この事件について振り返っています。お互いのわずかな感情の行き違いが両者の関係を悪化させていったようです。しかしこの二人に起きた事件はこれだけにとどまりません。二人の関係をさらに悪くするバント事件が起こります。1993年5月9日のヤクルト戦、巨人は1回表から連続ヒットでノーアウト 1,2 塁のチャンスを作ります。その日久しぶりに3番に入っていた駒田は、2番の河合に強行させるとは長嶋監督も強気だなぁと思いながら打つ気満々で打席に向かったそうです。しかし駒田に出されたサインはまさかの送りバント。駒田はサインだから仕方ないと理解しつつ、僕に期待してくれているという思いがあっただけに、あからさまに不満そうな態度を出してしまったのです。そして試合終了後の中畑から呼び出しを食らい、なんだあの態度はと激怒されてしまいました。駒田も怒鳴られたからといってすみませんでしたと素直に言う性格ではありません。駒田はこの試合でバントもきっちり決め、タイムリーも放ち勝利に貢献していたため、自分の仕事はちゃんとしたじゃないですかと言い返します。これに対し中畑も何？と反論。翌日の練習日に中畑がバントのサインを出されたくらいで何をふてくされてんだ、面白くないのかと言ってきた際には、そういう聞き方をされると面白くないですと答えたと語っています。駒田は中畑さんとはそんなことの繰り返しだった、僕のためを思ってのことだったのかもしれない、それでも当時は納得できないことだらけだったと当時を振り返っています。一方で中畑もデーブ大久保の YouTube に出演した際に技量がなかったと当時について反省しています。どちらが悪いかはさておき、お互いに相手の気持ちに寄り添って話をするということが足りていなかったのかもしれませんね。長嶋との確執。駒田が FA で移籍する決意をしたのは中畑と反りが合わなかっただけではありません。
当時の監督だった長嶋との間にも確執があったことも原因の一つのようです。1993年広島遠征中の8月19日、中畑は駒田を名指ししてオフに取り返しのつかないことになると発言。長嶋はこれを行き過ぎた発言と中畑に注意しますが、その後試合前のミーティングで長嶋は駒田にこう話したといいます。トレードというのはみんなに可能性があるんだ。今はシーズン中だから話す時ではないが。駒田はこの長嶋の発言を聞いて、そうか、やっぱりトレードがあるのかとの思いに駆られたといいます。しかし駒田は監督の真意を聞きたい、また自分の気持ちも伝えたいと思い、長嶋と会話ができる機会を模索します。駒田は長嶋監督の考えを確認しようと再三面会を求めますが、シーズン中だから話せない、今は忙しいと断られます。しかしそれでも諦めず、秋季キャンプ中に外野をランニング中の指揮官のもとに向かい、自身の来季起用法について直談判します。しかし長嶋は、日本シリーズというビッグイベント前にそういう話はするもんじゃない、新聞記者にお前と一緒の写真を撮られたら大変だから向こうへ行ってくれ、もう話をしない君とはと困惑しながら離れていったそうです。駒田はこのような長嶋の態度や落合が FA で巨人に移籍するという報道があったことで、モチベーションを保てるかわからなかったと FA 移籍を決意したといいます。残念なことに FA 宣言の前にも後にも巨人から異流の働きかけはなかったそうです。駒田との対応とは対照的に、同じく FA 宣言した牧原博美には長嶋が17本のバラを持って自宅を訪問、慰留したといいます。駒田は、羨ましいとは思わなかった、同じことを監督にされたら逆に困ったと思います、気持ちは固まっていたから監督に慰留されてもお断りするしかないと振り返っていますが、ここまでの差を感じてしまえば巨人にいたいという気持ちもなくなってしまうでしょう。しかし長嶋にとっても一番大切なことはチームの勝利、そのために駒田を放出することは正しい決断だったのかもしれません。当時も今も巨人に対する恨みつらみの感情は一切ない、むしろ巨人を思うと感謝の気持ちで胸がいっぱいになる、僕にとって巨人で過ごした13年間はかけがえのない宝物だからだ。駒田は引退後、巨人時代をこのように振り返っています。当時は辛い状況だったかもしれませんが、移籍後に日本一、2000本安打を達成している点を考えると、横浜への移籍は正解だったのではないでしょうか。感情を爆発させる劇場化な一面があったがゆえに、監督やコーチと衝突することが多かったかもしれませんが、そんな駒田だからこそ勝負強いバッティングでチームを勝利に導けたのだと思います。駒田は2021年に三軍監督として29年ぶりに巨人に復帰しました。一度は巨人を離れてしまいましたが、引退後に戻ってきてくれるのはファンとしては大変嬉しく思います。指導者としての駒田の今後に期待ですね。最後までご覧いただきありがとうございました。今後もプロ野球の動画をどんどん出していきますので、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。